はい、皆さんこんにちは。サカキャッツでございます。もうすぐ11時ですね。12月は14日のですね、水曜日でございまして、今日の日経平均は小動きですね。プラス、でも結構上がってきましたね。196円高ですね。まあちょっと上がってます。で、今日はなぜか円高でして 135.477 と、今日の夜、明日の未明にですね、FRB の発表があります。 0.5 を織り込んでるはずなんですけどね。香港も開きました。プラス115ですね。まあ悪くはないです。ですね、アメリカ、そうか、アメリカの利回り下がってんね。なんか知らんけど 3.49 ですよ。なんなんこれっていう。政策金利より低い、ちょっとようわからん。で、原油が75と上がってるんですよ。で、まあドルが安いもんで、ウォンもね、まあ今日明けてからちょっと下がってますけどね、1296のあたりうやうやしてますね。昨夜のうちにもう1200台突破して1290ぐらいまで行ってたんですよ。まあええわ。さて、話題はお隣さんでございまして、相変わらずですね、みたいなことがですね、たまにそれやってもらわんとね、お隣さんらしくないんですけどね。これは昨日ですね、13日に出た現代ビジネスの記事でこういうのございまして、韓国の同意が日本の憲法改正に必要だって、クエスチョン。韓国の政府高官のヤバすぎる発言が話題騒然で、日本を下に見る韓国の危ない実態という。ちょっとね、読んでいきましょうか。韓国で2022年12月5日に国会外交統一委員会全体会議が開かれた。まあ、国会の一つの委員会なんですよね。で、ここでですね、その会議で野党共に民主党のキム・サンヒ議員が、与党ジョン・ヒョンドン外交部一次官、外交部の次官は与党なんですか、まあ、政府ちゃうの、どっちかっていうと、韓国は日本の敵基地攻撃、敵基地反撃能力保有に賛成する立場かと質疑。ジョ次官は彼女の質問に対して、日本の平和憲法の趣旨を変える現状変化を求めるのであれば、当然韓国と協議がなされ同意が必要だと思うと答えた。彼のこの発言が物議を醸して、ここで言う平和憲法とは憲法9条のことだと。仮に今日本が韓国に統治されていたり植民地になっているのであれば、日本の改憲には韓国側の同意が必要なのかもしれない。だが言うまでもなく、日本は韓国はもちろんのこと、どこの国にも属していない。ジョ次官はおかしなことを言う人だということで今話題になっているわけだと。これ確かにこういう、ね、記事出てました。向こうのメディアに、なんかまだ変なこと言ってはるわと思ったんですけど、まあ日本に関してね、変なことを言うのはね、向こうのなんていうか日常茶飯事のことであってですね、別に驚くべきことではないですね。ジョージ官は1960年生まれの62歳で、ユン・ソンニョル政権で外交部第一次官に就任した。過去に中米一党書記官、北米局北米参加長、要は外交官ですね、職業外交官、中米大使館公使を務めた、いわゆる米国通で米韓同盟を重視する同盟派に分類される。また外交部北朝鮮外交企画団長などを務めたこともあることから、北朝鮮通としても知られる人物だ。少々余談だが、彼は2004年に私的な席でノムヒョン元大統領を、英語もできず米国にも行ったことのない人たちがどうやって対米外交をするのか、国家安全保障会議所属の386世代、たちは世の中がどのように動いているのかも分からず、韓米関係を危機にさらしているなどと卑下し、懲戒処分を受けた人物。まあいいんですけどね。まあまあ、ぐちゃぐちゃ書いてあります。はい。あれですね。もうこの辺でやめときましょうね。まあ、これだけをネタにね、2500字ぐらい書くのって結構しんどいんでね、他のこともいっぱい書いてあるんですよ。頭代さんというライターさん。
はい、まあ、結局この おかしなことを言ったということに尽きるんですけども、何かというとね、彼らはね、日本をね、指導したがるんですよね。どういう感覚なんか、ちょっと今一つ理解できないんですけども、日本は戦争に負けた国で悪い国だから、自分たちが指導しなあかんって、お前らも一緒に負けてんろっていう話なんですけど、そういう感覚はないわけですね。だから、非常に、偏った感覚を全国民に近いパーセンテージの人たちが共有していると言えるのがお隣さんでして、日本の憲法改正にですね、自分たちの同意が必要やなんていう、まあ、どう考えてもですね、国際常識に照らし合わせてなはずないやんということをですね、国会でのうのうと言ってはるんですよ。それもこのプロの専門の職業外交官が言うてはるんです。君本当に国際法を勉強したんっていう感じですけども、でもね、本当にオリンクと言いますけど、オンリーインコリアって、あの国でしか起こりえないようなことっていうのはもういっぱいありまして、国際的な常識を知らない外交官がいてもですね、それはそれでですね、まあまあ僕から見ると、そういう人も違反ねんという感じになるわけですよ。一般的に考えたら何それっていう話になりますでしょう。なんで、アホなこと言うた、非常にアホなこと言うてはるんですけども、向こうでは、日本に関してはですね、どんだけアホなこと言うてもですね、彼らの感情に見合っていればそれで OK というところがございましてですね。まあ、起こりうる、オンリーインコリアですね、オリンクのありがちなですね、感覚、あるいはオリジナルという、オリジナルの対日感覚と言ってもいいんではないんでしょうかね。もうこれはこういうことに限らず、日常茶飯事で起こっていることでございます。いちいちこれを気にしてたらやってられへんやんと思ったんで、私もスルーにしていたんですけど、まあ一つの原稿にはできるネタかなということでですね、今日こうヤフーで見つけました。あ、確かに、僕なんかもうね、神経でそういうの摩耗してますんで、あ、まだまだ何か言うてはるわで、スルーにしてたんですけど、まあ一般の日本人にとってはですね、ある程度こう新鮮に見える変なこと、愉快なお隣さんの変なことではないかなと思います。これ逆のことをやるとね、もう大変な騒ぎになりますよ。内政干渉やとか言ってどれ、韓国の憲法改正に日本の同意が必要とかって言い始めたらですね、そりゃもうまた火のついたようなことになるわけです。でもその逆はですね、何にも起こらないわけです、日本国内ではね。少なくとも何も起こっていない、この畑さんが書くまではですね、何も起こっていなかったで、まあこれもそんなに、そんなに影響力があるとは思えないですけど、まあネタとしてはね、面白いなと思いますね。で、向こうの国内では割合こう話題になってるらしいですけど、まあこれをね、誰もね、おかしいって多分言わないんですよ。2022年11月にはユン政権が日本の防衛予算増額に理解を示すコメントを公表。この時韓国の左派系メディアは、日本が平和憲法の精神を守らなければならないという従来の韓国政府の立場に反すると自国政府のコメントを批判していた。日本の平和憲法の趣旨を変えるには韓国と協議がなされ同意が必要だと発言した常次官も、今回の問題発言は野党からの攻撃をかわすためとっさに同意が必要だと回答したものでもう回答したのもあるだろうだがそれ以上に彼の持っている潜在意識が、日本を下に見て日本を監視しなければならないと判断し、そう発言したようにも思えてしまうのだ。日韓関係はまだ良好になりそうにはないと思わせる出来事であると。まあ日韓関係が良好になるということはもうほぼ未来永劫ないと思いますけどね。よほどのことがない限りはですね、昔のような
良好な、昔あの昭和の頃は割合良好やったんですけど、そんな時代に戻るなんてことはもうありえませんね。これだけ情報が氾濫してるわけですから、お互い都合のいいは言い悪い相手をこう腐す情報がワン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 出てきてるわけでして、もうでしかもですね、もう約束を守らないわけでしょ向こうが。それで良好に戻るというようなことはですね、あまりにもですね楽観的すぎるんちゃうんかなという気がしますね。この1ページ目を貼っておきますんで、まあなかなか面白い記事なんで、ご興味のある方は読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。